駅構内桜の時期のライトアップ、生態保存されている AT-301 足の僕温泉駅は、福島県合津若松市内戸町工事大津にある合津鉄道合津線の駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅舎は下りホーム側にあり、上下ホームは合津若松駅より橋の構内踏切で結ばれている。簡易宅駅。駅名表には、 天下御免寺パング国会ツアーの木版と記されている。側線にはトロッコ列車 AT-301 が生体保存されている。駅前の丸ポストと上見寄りの駅名標駅前には救命上見寄り駅の駅名標がある。駅から東に約200メートルの国道118号線上の上見寄りが最寄りのバス停となる。バス名誉駅長に 就任2008年4月24日に、この駅に住んでいる猫、バスが、名誉駅長として任命された。バスは2000年6月頃に、近くの子供に拾われて以来、足のノ牧温泉駅を住みとしており、この駅の人間の女性駅長である、小林美智子に世話をしてもらっていた。足のノ牧温泉駅を住みとする猫としては三代目とされる。任命される以前にも駅に住む地元のアイドルといった、 紹介がメディアで行われたこともある。任命式においては、同様に和歌山電鉄から正式に任命されて話題を呼んだ岸川線、岸駅の玉駅長からも祝電が送られた。バス駅長をあしらったキーホルダーなどのグッズも販売されている。2008年12月18日には、同駅の利用者を大幅に増加させたこととグッズの販売が好調であったことから、 藍津鉄道社長よりトップセールスレディ賞が授与された。バスの駅長就任以来、同駅の利用客は前年比で50%増加した。また、2010年1月には藍津鉄道が総務大臣表彰を受けた。これはバスが選挙の広報活動に寄与され貢献したことによるものである。また、 福島県男女共生の集いの広報大使を務める地元ロータリークラブの表彰を受けるなどもしている。さらに2010年2月に導入されたトロッコ車両である AT-350 系機動車の内外装にバスの姿や足跡が描かれている。2009年5月11日には童和工業片上鉄道吉ヶ原駅の駅長猫、ことらとの対面が実現し、 多数の取材人が駅を訪問した。時期不明視覚障害を負う。足の木温泉駅を守る会はこれを来訪者のフラッシュ撮影が原因とし、来訪者の撮影を原則禁止とした。ラブに引き継ぎ2014年7月15日頃、恒例となったバスの光景として、ラブが駅長見習いとして採用された。ラブはアメリカンカルという品種の猫で2014年4月に 地元、藍津地域で誕生。長毛で耳がカールしている猫が生まれそうとの話を、すでに恒例となっていたバスの後釜を地元住民の協力を得つつ探していた駅側が、聞きつけて里子として引き取ったところから、駅長見習いとして、当駅での生活が始まった。駅長見習いとして採用された当時は、生後約3ヶ月の子猫だったが、地元市はこのラブについて、 内向きに巻いた丸い耳が特徴と伝えていた。駅長見習いに就任してから間もない頃のラブはいたずら森で駅長見習いとしての仕事を放り出して駅近くにいた鳥を追いかけようとして人間の駅員が止めに入る等の出来事があった。そして駅長見習いとしての生活が始まってから半年ほどたった2015年を始め頃自身の視界に入った獲物を追いかけ回っている。 最中に列車と接触、左足大腿骨を折る、大怪我を負って、県外の動物病院に入院し、手術を受ける事態に見舞われ、前置するまで3ヶ月程度を要した。それでも、人間の駅員、そして人間で言えば、すでに後期高齢者入りしているであろう、バス駅長の指導の下で成長を続けてきた、ラブは、1歳8ヶ月となっていた2015年12月24日、 恒例で体力面の衰えを隠せなかったバスから名誉駅長の座を引き継ぎ第2大名誉駅長として新たなスタートを切ったバスからラブへの名誉駅長引き継ぎは2015年12月10日に合津鉄道から発表され同年12月24日に交代式を開催するという日取りで進められたがこの交代式には県外外からファンが参集した交代式では やんちゃに動き回る、ラブに、合図鉄道社長、大石氏から、名誉駅長の移植状が交付されるとともに、初代名誉駅長として、約7年8ヶ月間勤め上げ、式の最中は、始終眠そうな様子だった、バスに対しては、初代ご長寿あっぱれ、名誉駅長の称号が与えられた。そして、地元保育園の園児たちによる、ハンドベル演奏や、クリスマスソングで、 ラブの名誉駅長就任を祝した。この後、ラブは早速、クリスマスツリーなどが飾り付けられた、特別列車、サンタ列車に乗り込み、居合わせた乗客たちに愛嬌を振りまく、と、二代目名誉駅長としての仕事をこなしていた。なお、ラブの性別については、生後から2014年7月の駅長見習い就任当初にかけては、メスと発表されていたが、 前室の左足大体骨骨折による動物病院入院、そして手術の過程で低流抗がんが判明、怪我の手術とともに低流抗がんの手術も合わせて施行されるとともに性別表記についても押すと修正され、今日に至っている。初代後長寿はパレ名誉駅長、バスの最後2014年頃に腎臓の病気を患らい、これ以降は人間の駅員たちが バスの体調に気を配るようになっていた。そんな中、2016年4月20日頃になって、体調を崩し、立ち上がれず食事も受け付けず、ほぼ寝たきりの状態に陥った。この事態に対し、当駅にバスが住み着いて、以来面倒を見続けてきた小林駅長は、以後、泊まり込みで看病を行ってきた。しかし、2016年4月22日、当駅における、 最終列車である合津若松八階、津田島駅が当駅を帝国通り22時27分に発車した後、容体が急変。5回ほど荒い呼吸を行った後、小林駅長や人の駅員3名そして前年暮れに、バスから名誉駅長の座を受け継いだばかりのラブに見取られる中、22時47分に眠るがごとく息を引き取った。去年18歳で、 死因は老衰とされている。死後、駅舎内には、喧嘩台が設けられるとともに、有志し日のバスを捉えた写真や、メッセージボードが置かれ、駅を訪れるファンらが手を合わせる光景が見られた。2016年5月1日には、車窓が営まれ、約300人のファンが訪れた。2016年6月5日に、同駅で50日祭が行われ、 花桃の木の元に埋葬された。名誉駅長就任から半年余り経過した2008年11月16日、朝日新聞の報道に対して、バス側が異議を唱えるという出来事が起きた。同日付で発行した東京本社版市場の社会面にバスの人気ぶりについての記事が掲載された際、朝日は当該記事の中で名誉駅長こと野良猫、1日中、 待合室の座布団で寝ているだけだがと報じた。これに対し、バス側は、翌11月17日付で、自身の公式ブログに掲載した記事の中で、バス自身について、足の牧温泉駅を現住所とする歴史とした家持ちであり、仕事の合間に、目の疲れを癒すために休憩をしていると反論した。また、記事と共に掲載された写真に関しても、朝日上,上では、 待合室で丸くなるバスの写真が掲載されたのに、対し、バス側の公式ブログは、お客様をお迎えしているとする写真を掲載した。そして、朝日新聞に対し、もう一度取材してほしいにゃーと強く要望を、朝日新聞側も、また遊びに伺いますと応じている。この陳事をはじめ、テレビの旅番組、情報番組などで取り上げられたり、 地元テレビ局の天気予報の背景映像に採用されたりしているほか、旅行、ペット雑誌のほか、女性誌や経済誌にまで記事が掲載されるなど、バスのメディア露出が続いてきた。バス駅長の活動が、オール読み切りの猫漫画雑誌、猫プニ2周年乾杯号で、岸駅の玉駅長と共に漫画となる。また、ジャイブガ月刊コミックラッシュでシリーズ連載されている。 新新宿駅企画カールプス広場の第17話でも他の動物駅長たちと並んで紹介されており同エピソードを収録した単行本第2巻が掲載誌の編集部よりバス駅長に検本された。2017年10月14日にはラブの実定ピーチが施設長に就任。平日はラブとピーチが交代で出勤するようになった。 2020年3月末に病気治療のため、ピーチが退任した。2020年4月10日に、ラブ、ピーチの定米が、桜と命名される。この猫は2019年12月24日、生まれで2020年2月22日に、新人猫ちゃんとして、名前の公募が発表されていたもの。駅員見習いとして、不定期出勤状態で、事例は交付されていない。それ以外に、 ラブたちのいとこにあたる、猫たちも、時玉駅に姿を見せることがある。現在、ラブ名誉駅長、ピーチ施設長を抱っこ、あるいは個人が、カメラビデオ、携帯電話、スマートフォン等で撮影することは禁止となっている。駅舎の中には、売店があり、合図鉄道と猫駅長たちのグッズ、猫ご主員、地元産品等が売られているほか、待合室は、カフェバスとなっていて、 飲料が供されている。メニューは猫駅長たちにちなんだ名前となっている。カフェバス設置以前は、待合室は、木製のチョイスと多数の猫の写真に覆われた、大机が置かれていたが、設置後は丸い、小さな机と一人用の椅子に変えられている。2012年6月3日、日立中海浜鉄道の中港駅と、姉妹駅の提携が結ばれた。地元の鉄道を愛し、 活性化を図ろうとする団体の存在、両駅とも開業の時に建てられた木造駅舎をそのまま使っていることなどいくつかの共通点があるが、双方の駅に猫がいることも提携の理由の一つであった。また、同年7月には開業25周年を記念して、駅舎隣に藍津鉄道神社が建立され、建物の中は多くの猫の写真等が貼られている。なお、 2008年、足の牧温泉駅に貼ってあった、バスの名誉駅長任命の通達の紙には、野良猫とバッテンで消された名前の横に、バス駅長と印字されていた。紙身寄駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。